今日なんと一部でね、サプライズでケーキを用意してくださっていて、嬉しかったです。お誕生日お祝いしてね、もらってめっちゃ嬉しい。本当にケーキ美味しかったの。もうチョコレートケーキ大好きで、結構ね、なんか誕生日らへん、私あのお仕事が結構あって、なんかいつだろうな、虹がかかる瞬間の時の MV 撮影とかもそうで、あのお誕生日プレゼントいただいたりとか、あと周年のなんか映像撮影の日 で泊まりでみたいな感じで、で朝めっちゃ早くやった日あったじゃないですか、あの日とかだから、なんかそういうなんか前日とかにね、こういう飲み会で皆さんにお会いできる機会があるっていうのが本当に本当に嬉しくて、でも誕生日何があったかとかね覚えてますよ。毎年え、そう、あれってなった。そう、なんかそしたらなんかね、その今日アンチコンフィチュール1曲目で、で私が一番その上手側だから、そのうちからね出るってなって、で「はぁ!」って、うちからだって思って、やばいって。久々に一番目に出るドキドキみたいな感じだったので、後ろにももきゅんいて、でももきゅんに、やばい、いつのタイミングで出るんだっけ、やばい、緊張するみたいに言ってたら、そしたらももきゅんも、え、ね、緊張するねって、うわーって、すごいねギュッてしてくれてで、はっはっはっみたいな感じでやってたの。そしたらそのお昼の、お昼一部で、あのまさかの今日はみたいな、キラリが言って、ミルちゃんがケーキ持ってきてくれて、へーみたいになってて、でそれでさ、2部もそのうちからだったからね、あ、やばい、うちからだったって言って、うー、ドキドキみたいに言ってたら、モモキュンが、いや、お昼の部はみたいな、なんか一部はそのミレタの誕生日のやつがあったから、もうすごいそれでドキドキしてたって言ってきて、めっちゃ可愛かった。そういうことかって思って、なんかももきゅんがなんかこんなドキドキ、なんか緊張そわそわみたいのしてるの、なんかあんまりないなって思って、ももきゅんもやっぱりなんか新年一発目のライブだから緊張するのかなとか思ってたの。違かった、違かった、そうだ、だからかってなった。いやー、本当に嬉しいですね、ありがとうございます。サプライズでした、嬉しかったです。ケーキ美味しかった、結構大きくて、しかも大好きなチョコレートで、そのミレイちゃんハッピーバースデーって書いてあって、それも食べました。24歳もたくさんついてするね。明日配信しますよ。サプライズは世にも奇妙です。世にも奇妙で。ありがとうね、見てくれて。すごい今日、たくさんね、嬉しかったです。ありがとう、来てくれて。おはるたま、ありがとう、ありがとう。今日はね、一部は黒のいつものカラコンしてたんですけど、本日このグレーの、グレー、ブルーですね、ブルーのカラコンして見てるんですけど、どうですか？
え、もうね、うちのうちが持ってる人とか、ビブス着てくれてる人とか、あと水色のペンライト持ってくれてる人とか、もう見るもん。うちはもう端っこの最初1列目から見ていくの。こうやって見ていって見ていって、あーって思ってね、後ろに行って次、はい、真ん中。もうね、もう見ますよ。はっ！って、あれ、うちのうちは？うちのうちはだって。もうね、最後尾、後ろの一番席の人のうちわも見えるのでね、気づいてるかなーって思って手振ったりしてます。めっちゃ気づく。いや、今日ね、ちょっと言おうとして言わなかったんですけど、いや、みんなのねって本当に器とかなんかもうたくさん作ってきてくれてるのもう見えてるよって、あの相談中の時に言おうと思ったんですけど、あ、終わっちゃった。カンカンカーンってなって、え、もうね、見えてるし見てるし、目合ってるからね。見えてますよ。ゆうきたばありがとう。ありがとう。そうですね、一応水色一色で両手で持ってくださったらすごくね、もう水色でめっちゃ目立つんですよ。それで、あ、でもね、文字もめっちゃ見えるし、今日たくさんね、お誕生日おめでとうのメッセージがねあって嬉しかったです。ありがとう。もう全部ね、本当にありがとう。そう、めっちゃ見えるんですよね、その亀子さんのそう、水色とかビブスとかね、来てくださってたらめっちゃ見えるんですよ、亀子さん。何色だろうな。水色も見えるし、何だろう、何かがめっちゃ見やすいんだよね。何色かがめちゃくちゃ見やすくて、お、めちゃくちゃ見やすいと思ったの。ありがとう。誕生日おめでとうって思ってくれるの？だってね、1週間も経たないからね。あれ？ 1 週間くらいかな、ちょうど。今日どうでした？マイミー会。いや、こちらこそありがとうだよ。フライング、そう、なっちゃんがストーリーでおめでとうってフライング。やばいよね、なごちゃん、なつみんと。いや、うちさ、笑っちゃうのよくない？なんか想像して自分がそれをやってるって考えた瞬間ダメなの、なんか笑っちゃうんですよ。で、言えなくて、そう、無茶振りめっちゃさ、めっちゃね、ふぅって、危ないって。会いたくなってた、かわいい。会いに来て、いつでも。そう、今日はツインをしてみました。ちょっといつもはね、多分編み込みとかね、ツインテールしてると思うんですけど、編み込まないツインテールって、そう、今日ね、そのヘアさんにお願いするときに、あ、今日、普通のツインテールをお願いしますって言って、普通のって言われて、あ、
の、そうですね、あのって言って、編み込まない、普通のツインテールでって言って、そう、ツインちゃんしちゃいました。メイクさんね、もういつも、もうずっと いらっしゃる方で、もうほんとノイミー結成当初から、当初らへんくらいからね。東京の髪型決まってないんですよね。決まってない、どうしよう、何にしようかな。ゆうすけくんもありがとう。そう、ミルちゃんと、ミルちゃんがストレートで、うちが巻き巻きで、へって言って、髪の長さ一緒じゃないって言って、ミレイちゃんって、後で動画撮ろうって言ってくれて、動画ね、撮りました。ぜひミルちゃんのストーリー見てみてください。うちのね、ストーリーの、その、ポッて押したら見れるので、ミレイちゃんとツーショットリークで待ってるよ。絶対だよ。約束だからね。あー、クラゲヘアも悩んだ。それか、ここも。ポンデリングみたいな。そう、今日ね、ドーナツのね、差し入れもありまして。しかも、チョコもね、あの、企画で使ったチョコ、あ、そう、なんか企画で使ったチョコが、その、どうぞ、みたいな感じであって。で、それで、もう帰る準備とかして、なんか食べようかなみたいな感じで見てたの。そしたらちーたんが、みえちゃんチョコあるよって言ってきて、これに入れたらって言って、あのチョコ持ってきた。いや、それだけでいいのって持ってきました。このほら見て、今日めっちゃ人気だったこのゴディバのハート、チョコもらえました。でも何チョコか全然わかんなくて、あ、これ苦いかも、ちょっと待って、これ苦いかも、ちょっと待って、ね、あ、これが苦いのか、あ、これ苦いかも、うち普通のチョコ好きだよ。うん、おいしい。まあ、ミルクチョコでした。レモンティーありがとうわ、ありがとう、さちかくんもありがとう。なんかカロリーやばかったの。700何ぼだっけな、21?18? どっちだ。めっちゃカロリー見ちゃったよ今日。ねえ好きだよ、なんて言えないよ、私はタラ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 、チュン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 。ドッキーの一緒にサイアンと MV 見たよ、イコラブさんの。あれ、リップだ。待って、涙袋。もうさ、メイクがさ崩れ。ちょっと涙袋を描いていいですか。ちょっと束のお礼を描いていきたいと思います。よいしょ。
よし。かゆい。なんかさ、めっちゃ肌かゆくて。やばい、なんかめっちゃなんか、なんか、書いてさ、書くと赤くなるじゃん。そうすると、うちコナンの映画思い出すんだよね。あの、あれ、天空のロストシップ。うちの大好きな映画です。昨日久々にコナン見た、リアタイで。あ、ウルスのやつです。かゆそうにしてたかも。もうかゆすぎて、乾燥すごいんですよ。なんかその一部の時もなんかここがカサカサしてて、あの、あの子もありがとう。なんかここがもう今カサカサしてて、汗かいたらもう痛くて、痛くて痛くて、どうしたらいいか分かんなかった。痛いですって言って、よいしょ。ちょっと待てね。わあ、刺激もたまありがとう。ありがとうね。あと、イキスさん、昔聞いてたんですよ。それでは書いていきます。ゆうすけありがとう。よいしょよいし2月4日か。じゃん。ゆうすけ、23歳の私とたくさん思い出作ってくれてありがとう。ありがとうね。ツインでめっちゃよかった、嬉しい、ありがとう。じゃあツインってね、ちょっとしかもちょい高めでしてみた。今低めだけどね。ありがとう。こちらこそ見ててくれてありがとう。リンカタワーありがとう。続きまして、いやー、もう少し高めよね。もうちょっと取っておきましょう。続きまして、おはるありがとう。なんかさ、そのハート、何このハートにリボンついてない？
ハートにリボンついてる。かわいい。何そのハート。じゃじゃん。おはる。23歳の私とたくさん思い出作ってくれてありがとう。嘘。え、かわいい。何？え、どうやってつけるの？絵文字？かやたありがとう。23歳のたくさんね、ライブも来てくれてありがとう。24歳も会いに来てね、たくさん。次、ハートありがとう。ツイテルアタック、ツイテルアタック。あ、スカイダイビング本当ですか？なんかさ、なんか笑ってないとさ、あ、やばい、滑ったってなっちゃう。本当面白かった、よかった。続きまして、ゆうきありがとう。じゃん。いや、なんかさ、その最初の方だったら王道行こうかなって思ってたんですけど、結構さ、うち終盤だったじゃん。そう、あの長年のね、この活動してるとオチとかは考えちゃうんだよね。そう、それでちょっとね、やっぱりあの後半に行くにつれるとダメなんですよ。そう、最初の 1,2 番くらいは王道でいいんですよ。で、3番目らへんからちょっとね、変化球みたいな。じゃじゃん、ゆうき。23歳の私とたくさん思い出作ってくれてありがとう。ありがとうだよ。いや、みんな変化球だった、本当に変化球すぎるし、なんかみんなあの頭の回転がいいですね。とてもいいです。ねえ、ありがとうだよ。めちゃくちゃ見ててくれて嬉しかったよ。ショールーム見に来てくれてありがとう。24歳もたくさん来てね。ありがとう。いや、ほんとね、今日めちゃくちゃ皆さんのお顔見ました。嬉しかったです。見えてるよって伝えるにはどうしたらいいんですか？いや、なんかあの見えてるよって言いたい。もうみんな見えてるからねって。今手振ってるよって、手振ってるよって指差しながら、でもなんか私かなみたいな反応だったんで、そうだよそうですよ。続きまして、刺激ありがとう。刺激、よいしょ。今日会いに行けなくてごめん。そんな、
月必ず会いに行きます。待ってるよ、刺激会いに来てくれるの。23歳の私とたくさん思い出作ってくれてありがとう。ショールームもさ、たくさん来てくれて本当にありがとうね。ありがとう。ライブ来てくれるの待ってるよ。24歳の私にたくさんね、会いに来てね。ありがとう、ショールーム見てくれてありがとう。続きまして、レモンティーありがとう。よいしょ。皆さんは明日お仕事ですか？あ、黒持ちさんありがとう。あ、レモンティーありがとうね。すごい、バースデーのギフト。待って、やばい、インクが、インクが、待って、ね、待って、ね、待って、おお、お、ゆっくり書けば大丈夫。すごい、大丈夫かな。ペン頑張っ、あ、ちょっとずれたかな。じゃじゃん。レモンティー、23歳の私とたくさん思い出作ってくれてありがとう。英語で言うと、Thank you a lot many 思い出ってなんだっけ、 Remember 作る、え、なんだろう、my なんだろう、 with me 23 me with a lot of 思い出に memory か memory made thank you、 え、なんだろう待って、わかんない。ありがとう、レモンティー。これからもたくさん待ってるよ。24歳のうちともたくさんお話ししてね。 Thank you。 待って、無音で英語やばい、バレた、無音なのにすごい。あ、これ伝わらないのか、きっと。ありがとう、レモンティー。あ、Thank you for お、お、クリエイティング so many memories。 Thank you for make many memories with me。 お、伝わったかな、クリエイティングかありがとう。あと30分くらいだ。いやー、でも最近ね、なんだろうな、23歳から4歳になるにつれて、なんだろう、やっぱね、まあ、年齢が上がるにつれて体力はなくなっていくんですよそう、何時何分だっけな、14時何分とかだった気がする。一回聞いた気がする、ママに。続きまして、ちょっと待ってね、アンズモタワーありがとう。待って、え、かよ、二つ投げ、え、待って、ちょちょっと待って、リンカかな、次
リンカカヤアンズアンコロモチ。あかな、合ってる。いきます。リンカリンカ、ありがとうね。じゃじゃん。リンカ、23歳の私とたくさん思い出作ってくれてありがとう。ありがとうだよ。たくさん目合わせようね。かわいい。本当に？今の髪色好きだよ。ありがとうね、今日もたくさんショールーム来てくれて嬉しいよ。コリンクスパーック。続きまして、あら、たやき屋さんありがとう。たま続きまして、リンカーかやー、ありがとうかやー。おいしょ。すごいな、このタワーの種類な、なんかすごい二種類ある。かや、やばい、インクが、頑張れ、頑張った。インクよ、頑張るんだ。じゃじゃん。かやー、23歳の私とたくさん思い出作ってくれてありがとう。あ、すごい、普通だった誕生日玉なの、すごい、ありがとうね、ありがとう。24歳のね、うちにもたくさん会いに来てね。今日お洋服可愛かったよ。昨日ね、なんか変な指定をしちゃったから、ありがとうかよ。ありがとう。ショールームも嬉しい、来てくれて。たくさん載せてね、投稿。続きまして、アンズ、ありがとう。ね、お洋服めっちゃ白で可愛かったよ。ウルトラマン、ありがとう。ありがとうね、たま。よいしょ。待って。頑張れ。頑張れ。あ、なんかさ、なんだろう、うちの筆圧の問題？本当ね、ありがとう、アンズ。23歳の私とたくさん思い出作ってくれてありがとう。ありがとう。じゃじゃーん。インク頑張れ、本当に。たかも見てるわよ。ありがとうね。23歳、24歳にね、なっちゃう。たくさん会いに来てね、お話ししに来てね、待ってるからね。フライングありがとう。持ち方、あと、ありがとう。
法律上も24歳になってる？よいしょ。まあまあまあ、日付的にまだまだね、4日なので気持ちは23歳でいようと思います。あら、ふうかだわ、ありがとう。あら、ありがとう、来てくれて。続きまして、あんころもち、ありがとう。あんころもち、になっちゃった。でしょ。アンコロモチ。インク見て。アンコロモチになった。23歳の私とたくさん思い出作ってくれてありがとう。24歳のうちともたくさん思い出作ってくれる？待ってるよ。待ってるからね。ツインはどうですか？話し会も待ってるね。ショールーム来てくれてありがとう。ハート。待って、頑張れば出る気がしてきた。よりは、じゃじゃん、ありがとう。ありがとうだよ。よいしょ。そうなんだよね、毎週イベント系あってね、うちも嬉しい。お話し会もあるし、対面もあるし、続きまして、たい焼き屋さん、ありがとう。たい焼き屋さん、ウルトラマン、ふっかかな、たい焼き屋さん、ウルトラマン、ふっか。よし。ありがとう。待ってるよ、みんな。会いに来てくれるの？嬉しい。あ、待って。待って。待って。消えてる。消えてる。ちょっと待って。待って、23歳の私とたくさん思い出作ってくれてありがとうね。よし、たい焼き屋さん書きます。やばい、インクの限界を感じてきた。頑張れ。やばい。じゃじゃん。たい焼き屋さん。23歳の私とたくさん思い出作ってくれてありがとう。ね、たい焼き屋さんって言った、ぬんですね。こちらこそいつもたくさんね、思い出ありがとうだよ。
からも待ってるよ。24歳のうちにもたくさん会いに来て、そして一緒にまたやろうね。楽しみだよ毎回。ありがとうツイン、ツイン23歳ラストツインでした。ありがとう。続きまして、てか今日本当に感想がやばいです。なんかね、感想が本気出してきた。急に目がしばしばします。ウルトラマン復活、ウルトラマン助かります。あ、加湿器もあれだ、入れないとないぞ。ウルトラマン、うん、シュワッチ、じゃじゃーん、ウルトラマン。23歳の私とたくさん思い出作ってくれてありがとう。これからも待ってますよ。お話ししよう、たくさん。お誕生日おめでとうございます。ありがとう。フライングありがとう。シュワーチ。バルタン星人。3分間、ピコンピコンピコン。ありがとう。ありがとう。続きまして、ふっかありがとう。ふっか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 ふかふか、頑張れインク、ちょっと待ってね、ちょっと。よし、いけた。じゃじゃん、ふっか、23歳の私とたくさん思い出作ってくれて本当にありがとう。生猫本当ふっか、ふかふか、ありがとう。ショールーム見に来てくれて、あー嬉しい。うちもだよ。24歳のうちもよろしくね。もうちょっと、ほんとあと20分とかで12時なって2月5日になっちゃう。みんな本当に見てくれてありがとう。ふっかありがとうね。これからも待ってるよ。たくさん会いに来てね。作ろうね、絶対。ありがとう、ありがとうございます。皆さんもすごい、たくさんありがとう。ケーキだ、ありがとう。君会いたいね、会いたいね、会いたいだっけ。お腹空いた。今日お菓子ね、たくさん持って帰ってきた。ほら見て、おせんべい。あら、かむって。たばありがとう。みんなは、ぬいみーちゃんが一番だよね。来週のぬいみー会待ってるね。24歳の初ライブです。これ今ね、インクが、あ、いけた、じゃじゃん。なんかかわいい、カムチェ、カムチェ、
23歳の私とたくさん思い出作ってくれて本当にありがとう。めちゃめちゃね、これからも待ってるし、次のね東京のノエミ会も待ってるからね。東京ノエミ会24歳のうちしっかり見てて、対面も待ってるよ。今日は青からこんです。じゃーん、ありがとう。ありがとう。そう、通常でうちこれ下手くそなんですよね、この中に入るやつめっちゃ下手なの。めっちゃ下手で困ってるわ。本当に青からくん、じゃーん、こんな感じです。え、通常回楽しみ、本当に楽しみです。このからくんで やろうかな。こんな感じなの、色が。ハイライト入れてます。じゃーん、ここにキラキラ。いや、待ち遠しいね。みんなはどんなお洋服で着てくれるんだい。こえ、どうなんだろうね、うちらもまだね分かってなくて楽しみです。あ、カラコン、そう今日ね一応いつものカラコンとこのカラコンどっちも持ってってて、そうなの、この外で見た感じもまた違う気がする。これがフラッシュなしのカラコンです。どうですか、こちらこそ。お帰りだね、本当嬉しい。やった。え、じゃあちょっとこのカラコンで生活してみようかな、ライブとかの日。え、これでさ、亀子さんにお写真撮ってもらいたい。このカラコンどう映るんだろう。やばい、23歳がもうちょっと。23歳最後に何食べた？でも今日いっぱい食べたの。ドーナツも食べたし、鶏肉のお弁当も食べたし、あとなんか鮭ご飯も食べて、あとチョコレートケーキも食べたし、お菓子も食べたし、オロナミン C も飲んだし、午後ティー、午後の紅茶も今飲んでるし、そう、チョコレートも食べた。え、なんか差し入れで、そう、差し入れをね持ってきてくださって、めっちゃ食べた今日。え、なんか最近ちょっと痩せたの。そう、最近ちょっと痩せたんですよ。どうでした今日の私のスタイル踊りどうでしたか。誰だって本当を持っていて、ポン、誰だって、え、明日雪なの。だから叫ぶんだ愛に、アンティコフィチュール。大雪ですか。待って、聞いてない。ちょちょっと待って、聞いてない、て慌てる僕、笑う君、風になびく長い髪はどこ、どこ
明日雪なんだ、大変じゃないですか。みんなしっかり帰れる？夜、夜だって雪降ったら電車止まっちゃうでしょ、大変。不要不急の外だから、なんか不要不急がトレンド入りしてたの。え、少し降ったんですか？やばい、今日もう大阪に一日行ったから。えー、90% 雪予報？ちょっと待って。ちょっと待って。明日部活、待って。結構じゃないですか、それ。大変だ。え？え？大変だね。でも雪ってテンション上がる。ちょっと。ちょっと待って。お仕事をね、気をつけていくんだよ。最後に何か歌って。え、何がいいですか。そう、今日モーメンタリーですごい悔しかった。お昼の部、夜の部は歌えたけど悔しかった。あ、このフィチュール入ってないのかな。入ってないか。23歳ラストです。あ、マシュマロフロートですか。モーメンタリー久しぶりじゃなかった？めちゃめちゃ。めっちゃ久々だった。じゃあ23歳ラストマシュマロフロートね、歌いたいと思います。ドキドキ。みんなチュルリチュルリって大きな声で言うんだよ。でも近所迷惑にはならないようにね。わかった？いきます。マシュマロフロートマシュマロフロートマシュマロフロートへ大人気です。いつもみたいにふざけないでね、今日やっと二人の記念日が決まるの。いつになっても思い出したいな、スタート面私を前にして、そんな顔しちゃうのね。余裕ぶらないでよ、私ばっかり大好きなの会社かな。君って決めてた相性はもう先天魔で、恋の駆け引きが上手かどうかなんて声も二度目はもうないから、じっくりと見つめる。次は君から答えてほしい、なんとなくじゃ嫌、しっかり目を見て教えてよ。耳まで赤くなり、マークカップはずわず、ゆっくり近づいて君まで少し、これはまさか恋の味、今滑らかに二人溶け合い、味わいまろやかだね。夜を見たからスイートになった愛を、音が甘々で好き、ふわふわ
合わせたらハッピーは確実。どんな時も君にはなっててほしい。全部を愛してます。だからそばにいてね。最初から君って決めてた相性はもう晴天を待って。恋の駆け引きが上手かどうかなんて君次第。全部ナンバーだって思えたり、キスだってしたり、マシュマロはもうハートで甘く溶けて。君がココアなら私マシュマロよから、よろしく。マシュマロプロ頭、マシュマロプロはとずっと一緒にいようね。ありがとうございました。23歳、ラストはマシュマロフロートです。ずっと一緒にいようね。わーいありがとう、みんなコメントも。23歳ラストです、今日ありがとう本当に。みんなちょっと泣きそうちょっと泣きそう。ありがとう、そんな言ってくれて。ありがとうね、本当にエリーナ。23歳、本当にありがとうございました。あと5分で24歳になりますこちらこそありがとう本当にありがとう、こちらこそ。ありがとう。え、皆さんの投稿を楽しみにしててもいいですか？みんなの投稿を見るの大好きなの。ありがとう。え、もうマシュマロフロート歌ったからやり残したことはないです笑ありがとう、みんなの言葉が本当にありがとう。じゃあそろそろランキングを読んでいきたいと思います。一旦イヤホン取ります。傾いちゃった、危ない。いきます。13位、たい焼き屋さんありがとう。12位、あんころ餅ありがとう。11位、ウルトラマンありがとう。10位、ゆうきありがとう。9位、りんかありがとう。8位、あんずありがとう。7位、ふっかありがとう。6位、カムチェありがとう。5位、刺激ありがとう。4位、カヤありがとう。
して第3位、おはるありがとうさん、おめでとう。そして第2位、レモンティーありがとう、におめでとう。そして第1位は福丸ゆうすけありがとう、1位おめでとう。ショールームいつもね本当にありがとう。お話し会も来てくれて嬉しいし、ライブも来てくれて嬉しいよ。ありがとう、これからも待ってるね、大好き。2月もたくさん楽しもう。本当にね、タワーも立ててくださりありがとうございます。23歳、本当に本当に出会ってくださった方とか、うちにね関わってくださった方、そして推しだよって言ってくれて応援してくださってる方、本当にありがとうございます。24歳も頑張るので、ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。ありがとう、ありがとう、ありがとう、本当に泣いちゃう。泣かないよ、泣かない。ありがとう。それでは次会う時は24歳でショールームもお会いしましょう。みんな見てくれてありがとうの意味会もありがとうございました。ありがとう23歳、みんな大好きだよ、本当にありがとう。テフラをずっと配信が終了するまでとか見ます、全部見る、全部見るよ。ありがとう。